お腹と上半身を同時に鍛えられるおすすめのエクササイズです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、プッシュアッププランクというエクササイズを紹介します。たったの7回でしっかり効きます。最大のメリットとしては、プランクより動く幅が大きくできます。そのため腹筋がしっかり伸ばされるので、お腹にしっかり効かすことができます。まずメリットなんですけども、腹筋をまずしっかり効かせれます。で、胸も同時に鍛えることができます。で、上腕骨盤が後傾させやすいので、しっかりお腹に効かすことができます。で、動きの幅が大きいので、お腹をしっかり引き伸ばすことができて、しっかりお腹に負荷がいきます。で、メリットとしては、骨盤が前傾している場合はお腹に効かないということです。あと、腕の力が弱いと体を支えることができないので、今回のエクササイズは難しいかもしれません。ではやり方を説明します。はい、まずプッシュアップというとですね、こういう姿勢で肘を動かすんですけども、この時に肩からかかとまではまっすぐキープして腕を動かすんですけども、今回はお腹に負荷がいくために手を少し前にして、四つん這いから少し手を前めにしてですね、肩より少し前に手を置いて足を伸ばします。この時に骨盤が前傾しないように、しっかり腰が一番高いようなイメージで体を持ち上げます。ここから少し肘を曲げながら腰を丸めて、お尻が反れるぐらい、丸めた腰が少し反れるぐらい体を落としてお腹を伸ばしていきます。ちょっとコツがいるんですけども、とにかく腰をしっかり丸めて体を落としていけばお腹は伸ばされるので、お腹が痛いなと思えばそれが正解です。では一緒に7回やっていきましょう。呼吸は1回ずつしっかり吐き切ってください。息を吐くことによってお腹が締まります。はい、手を少し前にして腰を上げて、少しだけ肘を曲げる、お尻はしっかり下ろしていく。では行きましょう。1 2 3、はい、お疲れでした。どうでしたか？お腹に行く意識が胸とか腕にも行くので、お腹が辛かったって感覚は少し少ないかもしれませんけど、腰をしっかり丸めてお尻を下げていってお腹を伸ばせばしっかり効きます。では本日のおさらいなんですけども、プッシュアッププランク、上半身を少し動かすことによってお腹をしっかり伸ばすことができます。プランクと幅が、ね、やはり違います。肘をついてっていう体の支え方と、手をついてっていう体の支え方、高さが違いますから、よりお腹を伸ばすことができます。メリットとしては、腹筋、胸筋、上腕、骨盤を後傾させやすい、腰を高く上げやすい、で、動きの幅が大きいというメリットがありました。もし7回でね、効きにくいよって方は10回、20回やることでしっかりメリットがたくさん増えますので、やってもらえたらと思います。ということで、今回はプッシュアッププランクでした。頑張った方、勉強だった方は、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いします。 SNS されてる方はシェアよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。